岩田市のこのサロンコンサート月1回開催されてて、今日こちらにお越しになっている皆さんも毎月楽しみにして、土曜日の夜ですね、音楽を聴きに見えている方もいらっしゃると思うんですけど、私もホームページなんかで拝見しまして、比較的こう僕らみたいなフォークタイプの演奏っていうのは今まであまりなかったんじゃないかなと思うんですけども、まあ非常にカジュアルな感じの音楽ですけども、ただあれも40過ぎまして、実はまあ見た通り40過ぎてるんですけども、かつては自分のすごく自分だけが好きな音楽を突き詰めたりとか、やりたい音楽をやって勝手気ままにやっていた時期もあったんですけども、今日みたいなこういう機会があって、で若い方が音楽を生演奏を聴く機会っていうのは結構あるんですけども、僕たちとかその一回社会に出ちゃったりして、で家族を持ったりしますと、なかなか生の音楽、それもいわゆるポピュラーな音楽を聴く機会ってなかなか場がないもんですから、で僕たちはその日本の僕らの世代の以上の方が比較的よくご存知のサイモンとガーファンクルの音楽を僕たちも中学の頃よく聴きましたもんですから、演奏して一緒に楽しめたらなというふうに思いましてですね、ここ数年前から成田さんとやるようになったんですけども、準備いいですか？いいです、OK です。ということでよろしくお願いします。次はこれはマンドリンなんですけども、本当はチャランゴかな、いやいや本当のコントラ飛んでいくっていう曲やるんですけども、あれ 中南米だね、中南米の中どこ、エクアドル、中南米のどっかの曲、国の曲なんですけども、それはサイモンとガーファンクルがやってまして、本当チャランゴっていう、あれはなんかの動物ですよね、アルマジロかなんかかな、の皮で作った小さい、ね、弦楽器ですけども、それはいろいろワシントン条約とかでね輸入できないという話で、別に輸入しようと思ったわけじゃないんですけど代わりにマンドリンで似たような感じができたらなと思いますので、聴いてください。コンドラ飛んでいく。I'd rather be a sparrow than a snake. Yes, I would. If I could, I sure would. I'd rather be a hammer than a nail. Yes, I would. If I only could, I sure would.Keeps the world, it's sad, it's sad, it's sad.
どうもありがとうございます。